名古屋から市南区桜本町87番地の位置から来ました中谷秀樹です。よろしくお願いします。じゃあもう今日誘ってくれてありがとうね。1週間前に誘ってくれてありがとうね。桜田中学校です。見ての通りあのベース1本でやりますので全然そんなにあの盛り上がらないですけど、全然あの座ってあのしっとり聴いてくれたらなと思います。ちょうどこんな季節に決意しました。夏の終わりに3
が回ってないのはちゃんこのせいです。最近俺ビールやめてんだよねっつっていう話僕が入ってきた時にしたら本当とかね、マジで終わったよみたいなこと言って俺楽器上に持ってったらちゃんこ、お疲れってビール2つ持ってきとってたじゃん、飲めってことかよと思って、飲むよ今日は飲むよ。送った歌です。実際に友人代表で俺が弔辞を読みました。弔辞おい年寄り、こんなことはお前本気やってくれたらバカ野郎、こういうことが一番ダメだって分かっててお前が言っちまったんだな。これは俺の想像でしかないけれど最後は本当ギリギリだったんだな。死んだ方がよっぽど楽だったんじゃないかなって思うよ。お前って最後の方連絡取ってなかったから連絡取っておけばよかったななんて綺麗事は言わねえよ。生きてりゃ仲直りもできたかもしれねえのにな。中学校の最初のクラスの目の前に座っていたのがお前だったの思い出を語り出したらきりがないけど、お前に言われたくねえよってお前は俺に言うかもしれねえけど悪友だったよ。
ってくようで、何にくれても冷たくて、なんだか熱も奪われてくようで、どこで僕は間違えてしまったかなんて、取り戻すことができない、時間と戦い、灰色の塵だけがただ積もっていく。歌った長寿の、詩集が、まあ、そいつが死んでからちゃんとした出版社から出たんですけど、その詩集の最後、後書きに僕とそいつのお母さんが後書きを書いてます。その後書きに書いてあるこう曲ですね、俺はここに立って、俺はここで生きてるぜ、おい殺したって言った。
ここで生きてるぜ。ぐるぐるってところでワンマンライブやりますんで、もしよかったらよろしくお願いします。2時間ぐらい歌います。あと音源持ってきてます。僕も8月1日に復活してから、その日に合わせて、いろんな各地方面から手伝ってもらって、作りました。3枚持ってきてるんですけど、1枚が新譜なんで、もしよかったら1枚800円なんで、800円と500円と1000円のやつがあるんですけど、800円のやつが新作なんで、よろしくお願いします。2曲で終わります。
Thank you.
日常の空